アメリカ人はどう思いますか？うん、面白い。どうしてですか？リアクションが大きい。リアクションが大きくて面白いね。うん、面白い面白い。わーって感じ。パーフェクト。いつそのリアクション見ましたか？いつも、いつも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 。わアメリカに行ったことありますか？ないです。あ、ロサンゼルスなら。どうしたか？綺麗綺麗、海が海が。どんな印象ありますか？物価が高い。そうですね、あのロサンゼルスだからね。高い高い。ロサンゼルスにいた時、一番素晴らしいことは何ですか？景色、サンタモニカの景色が綺麗かった。あんまり好きじゃないことは？タクシー高い。タクシーが高い。物価が高いよな。誰が今年の大統領コンテスト勝つだと思いますか？トランプ？トランプだっけ？どうしてトランプですか？唯一知ってる、唯一知ってる。アメリカに行ったことありますか？アメリカ10年ぐらい前に1回だけあのミネソタ州にすごい綺麗なところで、その時はまだ僕も若すぎてあんまりこう政治とかも何も興味なかったんですけど、でもすごい綺麗で人々もすごいフレンドリーないいところでした、はい、アメリカ人の性格はどう思いますか？俺もアメリカ人の友達とかいるんで、そのもう本当にもう性格なんて個人個人それぞれ違うものだと思うんで、あんまり一概には言えないんですけど、どうなんでしょう、やっぱり自由の国やからすごいこうオープンマインドな人が多いのかなっていうふうに思います。アメリカ人の友達イギリスにいますか？イギリスに住んでます。はい。どうやって作りましたか？その女の子なんですけど、昔日本の俺の家にこうエクスチェンジスチューデントとしてあのホームステイしてて、それからずっともう15年ぐらい仲いい友達ですね、はい。一言でアメリカ説明してください。ジャイアント。どうしてですか？国土も大きいし、people have big energy as well. Like politically or anything, like they have so much influences to any other countries. Yeah, that's why I chose giant. Yeah, it's a good word. It's a good word. 今の時代のアメリカはどう思いますか？まあ政治的にすごいいろいろ激動な時代やなって思いますね。まあアメリカも移民問題がすごいあったりとか、で、まあそれに対してなんかこう右翼っぽい人たちが、まあ、その勢力があったりとかもして、で次11月に今大統領選もあると思うんですけど、トランプさんが耳バーンって撃たれたりとかして、なんかすごいこう荒れてるなっていうような印象ですね。すごい時代が動きまくってるなっていうような印象ですね。誰が勝つかと思いますか？別に僕の意見とかではないんですけど、ニュースとか見てて、まあ、このまま行ったらトランプさんが勝つのかなとは思いますね。 Is there somebody you want to win? 僕すごい個人的な意見なんですけど、It's good thing though, accepting diversity or it's really good thing, but sometimes people can be really extremeLike movement can be really extreme, so I would rather to be balanced everything, so like not too strong right wing or left wing. So I would say it's also my guessing though, I think Trump will win, then it's kind of balancing stuff. 今の時代のアメリカはどう思いますか？昔はアメリカはすごいアーティスティックな感じで、なんかみんなすごいなんていうの、新しいものを持ってきてる感じがすごいあったけど、最近はちょっとなんかそれが慣れてきて、そこまで新しいやつやってやろうみたいな人がちょっと少なくて、自信があれば誰でもウェルカムで、自信がなければもうなんかゲラみたいな感じだと思うけど、コンペティション競争していくみたいな感じが前よりは少し下がった気がする。まあシーンによって多分違うと思うけど、でもなんか私が見たところはちょっとそれが少し前に比べると停滞してて少し残念。アメリカに行ったことありますか？あります。ロサンゼルスとニューヨーク。旅行ですか？どのぐらい？あ、でも、まあ、旅行みたいな感じ。なんか1ヶ月毎年。毎年？うん、毎年。え、なんかアメリカに行ったことあります？いっぱいある。え、どうしてですか？そのアートとかが好き、すごい好きだから、とかなんかミュージックがすごい好きだから、まあ、それで。どうしてですか？あ、シンガーです。アメリカに行ったことありますか？あります。2回だけ。どこへ行きました？オレゴン州ポートランドとニューヨークです。アメリカにいた時一番良かったことは？ワンダラピッツァ。なんかワンダラピッツァはオンリーワンでしょ。なんかただのチーズとトマトだけでも1ドルだから、ですごい大きいから、なんかお金ない時はそれとスプライトを安い安い。オレゴン州にいた時にホストファミリー、その海外研修で行ったんですけど、ホストファミリーがすごい優しくて、であと初めてその時にバーガーキングを食べて、それがすごい美味しかったな。覚えてます。困ったことありましたか？すごい食べ物がすごいビッグサイズで食べきれない。でやっぱりアメリカ行
った後は大体体重が2キロ3キロ太る。困ったこと？いっぱいある。ニューヨークはいつも自信満々じゃないといけないから、それが結構疲れる。あとすごくうるさい。ここみたい。え、もっともっと、なんかクラクションの音で朝目が覚める。そう。で、なんかロサンゼルスに行った時ホームステイしてたんだけど、その時にいた家族がすごく冷たい家族で、うん、最悪だった、うん、そうで、なんかすごいなんか知んないけどめっちゃ怒られたし、世界で一番まずい食べ物をもらった鶏の皮の焼いてなくて、多分ボイルかな。味はミントとなんか砂糖ですぐゴミ箱へ捨てた見てないとこで、うん、アメリカは一言で説明してください。自信満々じゃないと生きていけない。何でもあり。そろそろアメリカのエレクションがあるから、トランプとカマラはどう思いますか？でもトランプはちょっとなんかある意味ロシアとコミュニケーションも取れそう、うまく、うん、とかなんかノースコリアとかともなんかうまい感じにすごい大きい戦争にならずに、なんかこううまくなだめそうな気もするけど、なんか結構わからないから、なんかいきなり変なことを事件を起こしたりとかしそうだから、そこは結構不安。でもそのもう一人の人はそこまでよくわかんない。でもバイデンさんが結構おじいちゃんだったから、まあそれよりはマシなのかなくらい。トランプさんは最初あんまりいいイメージなかったんですけど、でもやっぱり日本の元安倍首相とすごいやっぱり信頼関係を築いてたので、で、あとやっぱり次当選したら2回目だから、まあ信頼感はそれなりにあるのかなっていう感じ。で、ハリスさんはなんかそれこそ BBC で支持率が高いって出てたんですけど、まあでもトランプさんと比べたら、まあトランプさんの方がちょっと優勢かなって思ってます。オバマ。オバマがいい。オバマ、うん、そうね。オバマ。多分トランプ、うん、なんかみんな知ってるし、なんか He has experience、 なんか昔の経験もあるから、多分なんか新しい人はちょっと まだ難しい。なんかもうちょっと今の位置で経験を積んだら変わるかもしれないけど、多分今回は多分トランプの方が支持率は高いかなと。Hi everyone, I hope you're enjoying this video. If you'd like help in how to communicate with Japanese people and communicate with people from around the world, sign up to my Patreon where I can give you tips about how I learned Japanese myself, how I've made friends with lots of Japanese people, how I'm able to do street interviews in Japanese with Japanese people. Sign up to the Patreon for exclusive access and help with your Japanese journey. And back to the video!どんな考えですか、アメリカには？私アメリカ住んでたことがあるので、大学がアメリカで5年住んでたので、まあアメリカって言ってもハワイなんですけど、まあアメリカって一つに言っても州によって全然違うかなとは思いますね。なんか最近見てると、ちょっと昔は住みたいと思ってたけど、ちょっと最近見てるとあんまり住みたくないかなっていう感情は生まれてきましたね。どうしてですか？物価の上昇とかで住みにくそうな人が増えてるのとかもありますし、いろいろ不安定なところはあるのかなとは思う。わかんない。実際住んでみたらあまり気にならないことなのかもしれないけど、まあ外から見てる分、自分が中にいた時には気づかなかったところが見えてきてるかなとは思います。どんな経験でしたか？あ、でも楽しかったです。多分人生で一番楽しかった時期かなと思います。特に素晴らしいことは何ですか？あ、でも大学生だったので、まあその大学生っていうその勉強をしてた時期とか、天気も良かったし、気候がずっと夏だったのと、まあ自然が多くて、いつでも海とか山に行けたこととかですかね。アメリカの政治とか何だと思いますか？どんな意見ですか？私は結構トランプは好きです。トランプ好きですか？どうしてですか？おじいちゃんなのにすごいガッツあるで、あとビジネスパーソンだし、まあわかんない、その大統領としてとかいろんなところで見た時に適任者かって言われたらわからないけれども、トランプっていう人自体はすごいガッツがあってたくましい人だなと思って、そういう側面は好きです。大統領としてどうなのかわかんないけど、私ちょうどトランプが初めて大統領になった時にハワイにいて、でもう別にあんま変わってなかったし、でも8年続いたわけで、それなりに支持は得てるのかなっていう感想はありますね。
カマラとトランプ、どっちの方が勝ちたいですか？なんかあの女性の人を新しくなった。あの人ちょっと結構あまり良くない噂を聞いたことがあるので、なんとも言えないし、まあ別にだからといってトランプを押せるかって言われたら、なんとも言えないけど、まあ自分の国じゃないし頑張ってっていう。両方、どっちがだっても日本のためにはならないのかなとは。どうしてですか？あ、結局、カマリさんは結構アジア人、日本的にはあんまり好ましい人じゃないのかなと思うし、まあトランプになるとトランプになるでなんかいろいろ言いなりになっちゃうのかなとか、まあずっと言いなりなんですけどね。ということで、アメリカを説明してください。裸の王様？今の時代のアメリカはどう思いますか？旅行には行きたいけど、住みたいとは絶対思わないです。悪い意味というよりかは、なんていうかこう、まあ、いろんな人が集まってて、それこそロンドンとかみたいにすごいインターナショナルでいいなと思う反面、ちょっとこう過激なイメージがちょっとアメリカはあるので、旅行で遊びに行くぐらいはいいけど、ちょっと住むとなるとちょっとだいぶデンジャラスなイメージが最近は特にまあ政治のことも含めてあるので、ちょっとこう経済も含めていろいろ変わってきているタイミングなので、遊びに行くぐらいがちょうどいい国だなと思ってます。アメリカに行ったことありますか？残念ながらないんですよ。やっぱ日本人結構ね、最初アメリカに行きたいっていう人多いんですけど、私なんかアメリカにものすごい行きたいと思ったことがあまりないので、今でもだから行くのはいいけど、ちょっと距離を置いてあのオブザーバーで見ていたいなって思う国です。アメリカの政治にはどう思いますか？今難しいところですよね。あんまり話しすぎても良くないなと私は思っていて、もちろんやっぱアメリカはアメリカの考えがあって今ああいう風になっていると思うけれども、やはり日本ってすごくアメリカと近い関係の国なので、やっぱアメリカで起きていることっていうのは日本にすごく関係があるので、だからこそアメリカの動きはだいぶ日本としては危機感を覚えないと次は日本危ないんじゃないのって私は思ってます。特に今の政治は余計にな、世界平和っていうよりかはアメリカファーストなところがやっぱり今あるので、ちょっとそこは日本としてはちょっとこう一歩引いて、アメリカとはいい関係を考えつつもちょっと一歩引いて見てないといけないよなと思ってます。一言でアメリカ説明してください。今後要注意。どうして？まあ、やっぱ日本との関係を考えるので、やっぱいい意味でも悪い意味でもやっぱりよく動向を見ていかないといけない国だなと思うので、要注意という一言にしました。それは悪い意味だけじゃなくていい意味も含めて、やっぱね、経済的なところもいろいろ変わってくると思うので要注意な国だと思ってます。アメリカについてどういう意見ありますか？アメリカはディズニーランドとワンにしか行ったことがないんですけれども、今の大統領選を見ているとハリスさんに頑張ってもらいたいなってすごく思ってます。勝つと思いますよ。勝ってほしいですね。どうしてですか？彼女がもし大統領になれるとしたら、それはトランプがいるからだと思うんですね。対抗馬に女性で有色人種で、普通だったらなれないと思うんですよ、アメリカっていう国では。だけれども相手のトランプがあまりにも良くないので、その力を借りてハリスはなれるんじゃないかと思う。そうするとアメリカの社会は随分変わっていくんじゃないかと思います。アメリカ人にはどういう性格だと思いますか？直接アメリカ人知らないので、テレビとかあのソーシャルメディアから、あ、楽しそうな感じですよね。あのアメリカの映画とか面白いなと思いますし。一番好きなアメリカ映画は何ですか？アメリカ映画ではあまり好きなのないです。特に一言でアメリカを説明してください。難しいです。チェンジング。いいね。どうしてですか？あ、今チェンジしてるでしょ。やっぱりハリスさんとかが出てきて変わろうとしてるじゃないですか。とても難しい15年間ぐらいをアメリカは過ごしてきてるから、本当にあの素晴らしいリーダーができて、良識と良心を持って世界のかつてリーダーだったんだけれども、またアメリカという国が世界から信頼を得るように頑張ってもらいたいなと思って、今がチェンジする一番いいタイミングじゃないかなと思っています。アメリカ人の性格はどう思いますか？でもなんか自分の主張をしっかりする。日本人ってあんまりこう言わないから、政治とかなんかいろんな物事にはっきり自分の意見を言うみたいなイメージ。
近い考え方は近いですけど、まあ社会としてはなんか今すごいいろいろ変わってるタイミングなのかなって思います。アメリカに行ったことありますか？旅行でだけ？旅行で1回だけ。どこで？オーラ。フロリダに行った時、まあ一番良かったことはディズニー東京ディズニーとフロリダのディズニーランド、どう思いますか？比べたらフロリダはめちゃめちゃ大きい、楽しい。やっぱ規模が大きいかて楽しかった。どっちの方が好きですか？フロリダ。そうですね、同じです、はい、あ、フロリダにいた時、まあ、困ったことありましたか？やっぱ洋食飽きちゃった日本食食べたくなっちゃう。あと物価が高かったですね。一言でアメリカ説明してください。多様性。どうしてですか？やっぱりいろんな、やっぱ移民がすごく多いし、日本は日本人しかやっぱりいないけど、本当に人種も肌の色も宗教もみんないろんな人がいるのかなって思ってます。フリーダム。日本人結構よく言うね、アメリカには。トランプとかカマラとか。バイデンさんよりはカラマさんの方がいいんじゃないですか？バイデンさんしんどそうだったから。あんまり詳しくないんですけど、やっぱアメリカの政権とか経済は世界中に影響を与えるので、まあなんか世界中が注目しているんじゃないかなと思います。トランプとカマラ、その人たちの、まあ、間で一番好きな方は？結構僕はどっちでもいいけど。勝つのは？いやー、でも今はカマラさんが勝ちそうだけど、日本にとっていい形で終わればいいと思ってます。同じです。でも私バイデンさんも好きでした、結構どうしてバイデンさん好きだし？優しそうな、じいちゃん、アメリカについてどう思いますか？アメリカは2回ほど行ったことあるんですけど、まあ、結構僕は好きでしたね。みんな優しいし、でもたまに人種差別があったので、それはちょっと気になるところですけど、アメリカはまた行きたいなと思う国ですね。アメリカ人の性格はどう思いますか？フレンドリーとてもいいと思います。うん、まあすごい、なんていうんですかね、多国籍でどこに行ってもいろんな人が話しかけてくれるので、とても楽しい場所だなと思います。アメリカ人の友達いますか？あ、います。どこですか？ロサンゼルスにもいますし、ニューヨークにいます。もともと海外の仕事を結構してたので、それつながりで友達が結構できる。どの仕事ですか？半導体のエンジニアをしてました。えらいえらい。あ、レラビア。一言でアメリカを説明してください。 Big Yeah, huge Yeah, huge, yeah。 そろそろ、まあ、アメリカのエレクションがありますから、どう思いますか？誰が勝ちますか？I'm not sure。 誰が勝ちたいですか？アメリカの政治について詳しくないので、特に誰っていうのは分からないですね。自分が知ってるのはトランプとかハリスくらいで。アメリカに行った時どこ行きました？ラスベガスとか結構いろんなところもありました。じゃあ一番良かったことは？やっぱりフレンドリー、簡単に友達が作れるっていうのはすごいいい経験だったなと思います。今の時代のアメリカはどう思いますか？難しい質問ですね。 Everyone can have like pistol, right? だからちょっとただ怖いし、トランプも暗殺仕掛けられたじゃないですか。だからちょっと怖いっていう印象ですね、今は。さっきも言った通り、沖縄にはいっぱいベースがあるから、アメリカに対してなんか敵対はしてない。若者は敵対はしてない。だけど沖縄はアメリカと戦争があった場所だから、結構センシティブなんだけど、オールダーな人たちはめちゃくちゃアメリカのこと嫌いで、もう基地なくせって言って喧嘩してるけど毎日。俺らは基地の中で働けるから、基地なくなっちゃうと仕事なくなるから、全然ウェルカムな印象。アメリカに行ったことありますか？あります。ニューヨーク。どのぐらいにいました？ 5 days just for trip で。ニューヨークに行った時困ったことありますか？いや、全部良かったです。ニューヨーク綺麗だし。じゃあ一番良かったことは？名前忘れちゃったんですけど、有名なピッツァ屋さんがあって、ニューヨークに。ピッツァ好きですか？ピッツァ好きです。どんなトッピングが一番いい？あ、もうシンプルにマルゲリータとかペパロニとか、シンプルでいいです。アメリカ人の性格はどう思いますか？めちゃくちゃフレンドリーで、なんかイギリス人よりもフレンドリーな感じはしてます。でもイギリスの方がもっとかっこいい、僕的には。どうしてですか？紳士だと思う。もう僕もフレンドリーだと思うし、 Looks good。 女性？いや男の人も、ゲイじゃないですけど、男からしてもかっこいい。背高いし、大きいし、マッスルだし、憧れですね。一言でアメリカを説明してください。 Crazy 沖縄だからめちゃくちゃアメリカ人と会うこと多いけど、やっぱ日本大麻ダメだけど、めちゃくちゃその辺で日本でウィードしてるし、でアメリカ人は、でもう禁止なのに普通にやってるから、もうクレイジー。そのイメージが強い。スポーツ、 every sport is strong right。 今年アメリカのエレクションがあるから、誰が勝つだと思いますか？でもトランプ頑張ってほしいです。
昔の、do you know, 安倍晋三とかと結構仲良く、トランプ、詳しくはわかんないですよ、政治。全く知らないですけど、日本ともいい関係になってくれんじゃないかっていう思いで、トランプも、パッショネイトだし、楽しそうですね、彼が大統領になったら。僕は彼の気持ちもわかるんですけど、トランプよりはバイデンの方がいいのかなっては思って。バイデンはもうできない。あ、できない。え、聞かなかった。え、聞いてない。誰が勝ちたい。 I don't like Trump。 戦争しそうで怖いですよね。ちょっと怖いかもしれない。一言でアメリカを説明 してください。 Freedom、yeah. 日本人はよく言うね、アメリカは自由とか。え、どうしてですか。え、日本タトゥーダメじゃん。でもアメリカとかイギリスはタトゥー OK でしょ。トランプとカマラにはどっちの方が好きですか。え、オバマがいい。オバマ。I don't know man. The US like Obama is our president.大学が LA でした。UCLA。He came like my university and like do the speech. So like we are like。アメリカ人の性格はどう思いますか。Easy woman, but it's easy to make friends. Here is hard. That's why I'm here. 頑張ってくださいね。頑張ります。アメリカ人には性格はどう思いますか。明るくて面白い人が多い。行ったことありますか、アメリカ。一回旅行で。どこです。ニューヨーク。旅行で一番辛しかった経験は何ですか。お店の人、レストランの人が結構優しかった。ハワイにあります。あんまり覚えてないですけど、すごい海がとかが綺麗で、景色がすごい良かったなってイメージが。性格はやっぱりオープンで何でもストレートに言いそうなイメージがあります。一言でアメリカを説明してください。自由。いや、フリー。そろそろあのアメリカエレクションありますから、誰が勝つだと思いますか。トランプ。民主党の方の。どうしてトランプ。あの事件があったからみんな有名になっちゃうかな。勝ちたいあの方いますか。トランプかな。どうして。わかんない。わかんない。トランプわかんないです。わかんない。 OKHi everyone, my name is Cody and I'm embarking on an exciting challenge going from 100 subscribers to 10,000 subscribers in 1 month. I need your help to achieve this. I am a YouTuber, I make great exciting videos, traveling, asking people about hot topics. You can check out my videos, subscribe, follow, share and like. Let's hit this target of 10,000 subscribers in 1 month. Together we can do this, let the internet unite and let's make this happen. Wait a minute.面白い。